今よりおよそ100年前、私どもの祖父たちは里見義実公を奉じて引田貞兼の居城に攻め込みました。当時貞兼は希代の毒婦玉梓のいろかに迷って主治肉林の日々を送り、そのために義実公は貧苦にあえぐ民百姓の願いを入れて貞兼討伐の軍を起こしたのでございます。貞兼はあっけなく首を取られましたが、毒婦玉梓の方は最後に望んで恐ろしい呪いの言葉を吐きかけました。己よしざね、死死その後までも里見を呪ってくれるぞ。その呪いのゆえか、間もなく里見のお城は隣国の軍勢に攻め囲まれ、落城の瀬戸際に追い込まれました。力尽きた義実公はたまたまおそばにいた飼い犬の八つ房に、敵将の首を取ってきたら伏せ姫を嫁に使わすとざれ言を仰せられたのでございます。父上、八つ房はただの犬ではございませぬ。その夜、八つ房はものの見事に。戦には勝ちました。しかし、たとえ苦し紛れのざれ言であろうと、君子たる者の言葉に嘘があってはならぬと、伏せ姫は八つ房にお身を任せてお城を去って行かれたのでございます。これぞまさしく玉梓の呪いじゃ。犬畜生に姫を連れ去られ、収まらなかった私どもの祖父たちは鉄砲隊を引き連れて山奥に踏み込みました。ところが鉄砲隊の弾は八つ房をかばった伏せ姫のお体を貫いてしまったのです。するとその時、姫のお体から八つの弾が光るとともに飛び散り、姫はこうおせられたそうです。悲しむことはありません。百年の後、この光の玉は八人の剣士となってよみがえり、里見の姫を奉じて玉梓の呪いに打ち勝つでしょう。私はそのために生き、そのために死ぬ定めにあった。